お絵かき心理テスト。やきた。あら、帰ってきたの。2です。これ2なんだ。はい。お絵かき心理テストの皆さん。はい。テスト。はい。私たち3人が帰ってきました。あれ？1人削れましたけど。収録日にいないだけです。はい。じゃあないだけ。はい。あの研究生。研究生逃げ出しました。はい。嬉しい、恥ずかしい。研究生逃げ出したって。これいつも通り、はい、チュートリアルでやってまこっか。絵を描いて、うん、その絵であなたがどういう人物かわかる。いいよ。金丸描いていい？ねえ。多分ね、これね、渦巻きの向きとか。ああ、なるほどね。場所とか。こういう感じで。はいはい、まあ、一個例だからね、これは。あなたは〇〇かも。か？花びらが多ければ多いほど心がおっさんはおばさんです。多いのこれ、普通じゃない？普通だね。ね、普通普通、一般的に花丸じゃないって感じのやつを、うん、次の問い1からやっていきます。はいはい、はい、どうぞ。じゃあ順番どうしますか？どっちでもいいです。じゃあ俺やろう。じゃあ富士、平、清の順番でやります。かしこまり。オッケー、かしこまり。頑張って。違う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 。オッケー、じゃないぜ。オッケー、オッケー、消せた。アフロ、アフロっつったっけ、もうさ。うん。おぉ、こんなの現実にねえぞ。おばちゃんじゃ。おい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 、なんだ決めてんねこれ。パパイヤ鈴木ななるほど。パパイヤ鈴木だ。おお、いいね、書き込むね、書き込むね。書き込むな、お前すごく気合い入れてる。すごく書き込むな。違ってるね。さあ、行きましょう。はい。まるまるの濃さ。やだ、何の濃さ。めっちゃ濃いじゃん、これ毛深いです。やっとやだデリケート。アイスクリームを描いてみて。あ、言ってやれお前。アイスクリーム、お前の、そんなんか。なにこれ、なにこれ。なんかほら、バニラってなんかさ、このバニラを区切る機械みたいなのあるやん、なんかね。えなんかそれってなんかこう、なだらかなこう波みたいなもんできない。普通のソフトクリームを想像して描いてるの、これ。あ、そう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 、こういうのあるやん。じゃあこれでいくぜ。心がない。お前病気、お前病気、病気か。バカにすんなよ。あなたが好きな人に振られる理由だって。へえ。一段つまらない。ああ。二段以上遊んでそう。ソフトクリーム空気読め。ってことで。じゃあつまらない空気読めじゃない？そうだわ。うっ。え？つまらない上に空気読め。積んでんじゃんこれ。積みだ。まあそういうと、まあまあ、いやいや、でも、まあ、でもしょうがない。しょうがない。あ、しょうがない。ありがとうみんな、俺を慰めてくれる？否定はしない。大きなリンゴの木です。売れた。いいね。売れた。十個。めっちゃあんじゃん。十個です。十、はい、個。あなたがどれだけ売れてるか分かります。もう。はい。あなたが一緒に付き合える人の数。お前すげえな。あなたが思う二番目にお前振るって。二番目。ええー。2番目か。いや1番がそもそもなんだ。マジみかんとか。みかんあるね。レモンね。レモンは酸っぱい。でも甘い。キウイ、キウイ、キウイ。酸っぱいのばっかり。ああ、ここはね、お酢。お前はさ、酸っぱい、そんなもんじゃねえかよ。もうね、完熟したみかんは甘いね。完熟したみかんね。そう、はいはい。2番目だね、2番目だね、これはね。オッケー。あなたの初めての丸々。ちょっとやだやだやだ。うわー、ロマンチック。覚えてない。ファーストキスはみかんの味だって。そんなの覚えてない。相手みかん食ってたんじゃね。そう、口の中に入れながら。どんな余裕だよ。お祭りで買った食べ物、棒の先には何がついてる。貝だよ。それは嘘で、普通にうちわね。食べ物だよ。あああ、これわたあめの袋ってことでしょか。わたあめにする。わたあめにする。わたあめにする。袋つけとくね。すごいでかい歯茎みたいになってるけど。歯茎みたいになってる。いいよ、俺歯茎好きだから。よし、行くよ。何言ってる。これこれ、よし。あなたがエッチに求めるものは。はい、細長いもの。大きいもの。大きいもの。安心感。そして太いよ。太いもの。刺激。その他恥じらい。刺激と安心感が欲しいっておかしいよ。両方だね。なんか矛盾。おかしい。おかしいよ。やはりこの診断でもなかなか難しいか。お、芸能人ファンレターがこう何枚書いた。うわ、大好きな芸能人。誰、はい、誰今。え、もう俺は変わらずだよ。お、え、佐々木希さんに書いたと考えていいんでしょ。はいはい。何枚書いた。具体的に言うとキモいんだよ。あ、2億。いくね。手紙の数が多いほど
そうなるほどね。服もね、こうごちゃっとするよりシンプルな方がいいってことだね。はいはいはい、あすいません、なんか好きばっかり集めたらね、いくないから。はあ、全然ダサいと思ってないけど。え、ちょっとおかしいぞ、おかしいぞおいダサいんだよ、そがよもう捕まえた。どうやってしまっとく。やっぱね、ほらね、そう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 。え、なんだよこの、ちょっと何これ。ほうほうほう、じゃあこう縛りだね。引っ越になってねえよ、ちょっと胸の部分だよ。ラヒーラヒープロだもん。ラヒーうまいよね。ラヒーよくやってる。自分でできるじゃん。そう、自分で自分で。お前本当にやってたよね。ちょっとね、ふざけてやっちゃったんだよね。引っ越縛りとんでもねえこと今言っちまってる。だってお前が引っ越縛りしてて、俺が横で縄でバチンと叩いたのさ。そう、女王様出てきた。泥棒捕まえたの女王様。なんでその格好で出てきてんだよ。難しい。お前が捕まるよ、まず。まあいいや。本当だよ。心配性かどうか分かります。はい。勇気が取れない縛り。いや、自由に動けるよ、これ。自由に動ける。だって俺一人できちゃうもん、自分で。心配性じゃないんだ、俺は。じゃないってことだよね。いいじゃん。はい、どうぞ。余裕があるんで、余裕が。うさぎの絵だぜ。ラヒーってやれ。ねえ、うさぎです。あ、でもラヒーだってさ、うまいうまいうまい。あの、ミッフィーとかさ、そうそう、あれうさぎでしょ。そう、ミッフィーだよ。ごめん、玉ちょっとつけたよ。怖いって。怖いな。よしなくてよかったじゃん。よしよし、これでいこう。グレたちょっとね、悪い。あ、メンヘラ来た。いや、俺メンヘラやぞ。お、立ってる。元気いっぱい。あ、じゃあラヒー、元気いっぱいだ。俺の心は垂れてっけどな。ほう、元気いっぱいなんだ。メンヘラじゃないんだ。よかった。なんか、そうかな。どうかな。意義あり。意義ありですね。意義ありこれを使ってなんか。お、これは自由だね。やべー、この指を使って、ね。さあ、ここはキャンバス。好きなものを描きたまえ。狭き門をくぐり抜けろ。怖いもの描いてる、こいつ。怖いもの描いてる。こいつ怖い。やばいやばい。寄生獣みたい。本当だ。怖いの描いてるこいつ。これは右だな、やっぱ。え、何これ。何してんの。もう何してんの。何これ。え？殺してる。頭で殺せるこいつ。あ、言ってる。あ、言ってる。すげえ、焦点。すげえ。こんな感じかな。どんな感じだよ。さすがやな。見て見て。全く分からんぞ。秘密、あなたの秘密。やべえ、 CM きたー。なになに、やっちゃうの。 CM やっちゃうのか。 CM は別に。もう飛ばしていい。待って、いい、飛ばせ。うわー、お姉さん、アップグレード。うわー、めっちゃすごい。なんとかわからない。さらに、うわー、セジー、クールクールビューティー。うわー、超豪華。黄緑、ちょっとプラス。うわー、ピンク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 。その名もゴッデス闇夜の奇跡。レビュー回数ゼロでも欲しいよ。いいゲームじゃないですか。すげえな。早くやろ。はい、俺の秘密見る。え、秘密。おいおい、あぶねえな。殺すな。殺しちゃあかんって。人を殺すな、お前。ダメよ。頭を変形させて。頭を変形させてね。相手の脇刺すのが楽しいんだよ。すっぱな火事に好きな人と遭遇。あなたがとっさに隠した部分。どこ？え、ちょっと普通に考えたらね、あ、隠したい部分を考えたらね。いや、俺女子か。女子か。やだ。はあ。下を隠せ、下を。下はむしろ。ああ、なるほど、ね。何見てほしいか出てんの。OK。はい。は？うん。あ、そうかも。お前何言ってんの。俺の中を歩いていたら誰かに会いました。どんな人だった。あ、人の形を描くのかな。あ、なるほどね。人を描けばいいのね。ああ、突っ張ったかも。俺でもいいよ。あ、分かった分かった。乳首をいじってる俺でもいいよ。いいよいいよ。いや、それがもう結果次第じゃとんでもないことになっちゃう。いろいろおかしいぞ。オッケーオッケー。一応胸隠してるってこと。うん、そうそうそう。腕よ、両手ある。両手ビローンってしてるのに胸隠してるの。じゃあ4本腕ってことで。どういうこと。あなたの〇〇が分かります。あれ？じゃあ、スッパーだかの4本腕がある、乳首感じてる俺がお前の守護霊ってことだよ。やだー。早く誰か除霊して、除霊して。触って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 。しょうねえな。触るな。今日も触ってやるな。この肛門が気持ち悪い。
言葉。今浮かんだ言葉。今浮かんだ言葉。うん。まあ普通だよ。だって今の流れから、そう。乳首だし、はい、乳首は下手じゃない。じゃないよ。はい、あって体の部位だもん。みんなついてるぜ、ニコ。だから下じゃないし。下じゃない。うん、そう上だし乳首。あなたの丸丸です。これまた。座右の目どっかが。蚊が一匹いたあなたなのどうする？え？え？これ安いよ。よよよよ。あ、わかった。手で叩いてんの。そうそうそう。ああ、残。あいや。当然だ。あでも、うん。うま。パーン。うまい。すごい勢いだな。叩く力。衝撃波出てるぞ。衝撃波。音速かよ。こうして地球は滅んだ。うん、あ、はい。あなた苦手な人に対して仕方。マジかよ。嘘でしょ。はい。パーン。人ひねりよ。赤ワインをこぼしてしまった。どれぐらい溢れた？おお、うん。なるほどね。おそらく。なるほど。どれぐらい？まあ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 。グラスの量超えてるぞ。普通に。溢れるってことか。魔法のグラスじゃ。はい。あなたの心、あ、心の広さとかなんじゃない？あ、なるほど。シミの大きさはあなたの心に残っている後悔の大きさです。闇だよ。後悔あふれ出てんじゃねえかよ。しかもテーブルの下までよ。前の闇強いな。なんだよ、後悔しかないのか俺は。まあ確かに、確かにそれはそうだな。やめろ。友人が桃をくれました。その桃の大きさを。桃。この手の大きさに騙されちゃいけねえ。そうだね。桃だってよ。桃だよ。桃。でけえな。でっけえ。割れ目もリアル。あれ誰だ？なんだそのこれはちょん？え？コロコロコミックに出てきたんだよ。キャラクターは。かわいい。もうお尻だもんね。そうだ。ケツが前についてやがる。あなたの好きな丸丸丸。へえ。おお。でっけえ。でっけえ。